マヌエル・ルベーン・アビ・マイルグスマン・レーのーソは、ペルーの哲学者、テロリスト、極左ゲリラ組織、センデロ・ルミノソの最高指導者。組織からは、ゴンサロ大統領と呼ばれ、個人崇拝の対象だった。アレキパ出身。15歳で共産党に入党し、アレキパ大学では、イマヌエル・カントを専攻した。卒業後の1962年に、アヤクーチョの、 サンクリストバルでは漫画国立大学哲学科教授となり学生からはどんなことでも納得させるとしてシャンプーと呼ばれた。1964年からは3度にわたって中国を訪問し文化大革命に影響を受け帰国。1970年ペルー共産党中国派から分離した毛沢東主義派をセンデロルミの祖と名付けて自身が率いた。 1976年の毛沢東の死後の党、将平の改革開放を中世主義と断罪。自らを、インカの神話から、旧世主と認知、マルクス、レーニン、毛沢東に続く、世界共産主義の第四の継承者と位置づけ、独創的な革命路線を展開した。1980年、武装闘争開始。アンデス山脈の農村地帯で勢力を拡大し、 ペルー全土を恐怖に陥れたが1990年のアルベルト・フジモリ政権登場以降の政府軍による取締りの中、1992年9月12日潜伏中のリマ市内のアジトで仲間7人と逮捕。9月24日には特製の檻の中の囚人服姿でマスコミに公表された。10月27日軍事法廷で国家反逆罪で 終身刑を言い渡された。1993年10月には、藤森政権のゲリラ対策が成功したと認める、グスマンの姿が、ペリューのテレビで放送された。以後、グスマンは、リマキンコウカヤオにある、海軍基地の特別刑務所に収監され、センデロルミノソは弱体化していった。2021年9月11日、終身刑服役中に86歳で死去した。 ありがとうございます。